試合グラップリングマッチ2分3ラウンドを行います。両選手ケージイン。本日の第2試合グラップリングマッチ2分3ラウンドを行います。ラブコーナーセクシーマッスル永井はじめ。アゲコーナー UR キャス戦う美容師ドスコイン。レフェリー六本木太郎。さあ、第2試合はグラップリングマッチであります。ラウンド1、さあ、第1ラウンド始まってまいりました。グラップリングマッチ初参戦のこの投げ始めたい、この TFC レギュラー男であります、ドスコイ。さあ、今日も戦う美容師ドスコイは仕事の後にこのグラップリングで髪を切った後は相手の関節を決めるか。しかし対するはこのセクシーマッスル投げ始め。さあ、ドスコイのタックルをいらっしゃった。さあ、まずはテイクダウン奪いたいところがあります。さあ、しかしこの体操で流れを組み立て払いました。さあ、V クロスアウンド、これ抜けた。よく抜けました。今決まったかと思ったがよく抜けました。さあ、しかしドスコイの今度はガードポジションドスコイ、この技を食らっても立て直していくのはこのドスコイの魅力であります。ピンチをチャンスに変える男ドスコイ。さあ、あとさあ、ドスコイにはこの足感があるぞ。ドスコイにはこの足感がある。しかし名前は足感でいった。さあ、両者の秋です。両者勝者永井はじめ。初めての試合、楽しかったです。足が震えて痛いんですけど、俺本当にただ美容師を日赤行く大丈夫です、やってるだけなんで永井さんのちょっとアキレス腱でタップしましたけど、俺緑さんのチョンパ全然タップしないんでちょっともう一回お願いしていいですか。負けて悔しいんでちょっと。おい、負けんなよ。さあ、見込みを呼びくらなるぞ。お前きついじゃねえかよ。アキレス腱超負けたドスコイさんには君に来てんじゃねえよお前、チョップの制裁をしたいと思います。いきます、スリーツーオン。またお願いします。お願いします。
この動画がいいと思った方は高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、爆乳マッスル。